千尋さんを演じました今井かすみです。久々にこのような何て言うんですか、アットホームな劇場に来られて、ちょっと初心を思い出しました。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。どのその映画の公開日でも本当にもうそんなにっていうぐらい言ってることがあるんですけど、本当にあっという間です。それしか言うことないのかなって思うんですけど、本当にあっという間なんですよね、1年間。なので本当つい最近撮影した記憶がどん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 こう蘇ってくるんですけど、ついこの間まで静岡の八重洲市に行って、うん、ロケしてたよなとか、風強かったよなとか、なんかいろんなことを思い出す、はい、なんかそういう日でもあるのかなと思います。ここまで役に近づけない、近づかさせてもらえない役どころっていうのが初めてで、でこれまではなんて言うんでしょう、こう役に寄っていく、もしくは役を引き寄せるようなアプローチの仕方で撮影させていただいたんですけど、自分がこう近づくとまた離れて、近づくと離れて、なんかこう磁石のようなんかつくっつけないというか、そういう感覚が最後まであって、なのでこう千尋っていうよりも千尋さんっていう感じがすごくしっくりくるような、なんかそういう特別な存在でしたね。この映画見ちゃうと、もう有村さん以外は千尋さんはやっぱ違うんじゃないかなって思うんですが、いや、もっと他にいたんじゃないかな。でも役目を果たしたかったので、懸命に、はい、撮影の日々を過ごしました。撮休の時は2日間しかなくって、もうあっという間に終わってしまったので、今泉さんがどういう撮り方の人かっていうのは長回しする方なんだっていうことだけしかその時は印象にはなかったんですけど、なんできっと千尋さんも長回しでもしかしたらあるかもしれないって思ってたんですけど、意外としっかりこうカット割って、今泉さんが、欲しい絵っていうか、そのアングル違いだったり、サイズ違いだったりっていうのをなんかいろいろ今泉さんの中でもきっと試すじゃないけど、可能性っていうのを持っておきたい方なのかなと思って、で私もまあその回数を重ねるごとにやっぱり馴染んでくるので、どんどん、まあ、それがいい時もあれば悪い時ももちろんあるんですけど、なんかそうやって自然と千尋さんのそのシーンっていうか、なんかそれがこう体に染みてくるような感じがして、はい、なんかとても充実した時間でした、はい、今回長回しをしなかった理由ってあるんですか？いや、長回ししてますけど、多分撮休が異常だっただけっていう、その撮休がマジで12分11分ワンカットみたいな、22分ぐらいのドラマで11分ワンカットとかやってたんで、多分有村さんと初めてお会いした時、撮休で、なんか本読んで感想とか、なんか聞きたいことありますか？もう第一声がこれ全部ワンカットで撮りますか？まずそこが心配だったみたいなところから入ってたんで、あれ6テイクぐらいやったじゃないですか。7ぐらい、撮休の話になってますけど、7ぐらいやりました、はい、もう大体1個間違えるともう全部やり直しになるから、そうです、本当怖かった。それでしかもそういう最後のチェックも俺分かんなくなって、一回全員置き去りにして一回トイレに行って戻ってきて OK を出すってわけのわからない全員トイレを待たせるみたいなことがあったんですけど、なんでこう覚悟してね現場に行ったんですけど、でも今回も基本お芝居をこうぶつ切りにはせずに、引きも寄りも通してお芝居を撮って、はい、仕上げで探りましたけど、なんか現場で例えばさっきも風の話とか、どうしても海辺なんですごい風が強くて、天気がいいけど今日撮影やめようかみたいな日もあるぐらい、もうちょっとお芝居になんないぐらい風が強い日とかに、でも冒頭の方のホームレスのおじさんというかと
お弁当食べるシーンとか、ちょっと風強いから風が避けられる場所を見つけて、あのなんか座りしゃがみ込んだ場所で撮影してるんですけど、それでも風がすごいから本当に申し訳ないけど有村さん髪の毛をここに挟んでお芝居できますかみたいなことを言ってそしたら、あ、分かりましたみたいな、それをまあな何を言ってるのって俳優さんもいると思うんですけど、有村さん普通にここに挟んで普通にお芝居をやってくれたりとか、なんかその辺のこう場数というか、その肝の座り方というか臨機応変さというかは心強かったなっていうのがありました。